こんにちは。今日の雑学。僕は個人的にフルーツバスケットという漫画、アニメが大好きで、それは干支をモチーフにした人物が繰り広げる物語なのですが、まあそれは置いといて、実は中国の干支にはイノシシがいないらしいんです。じゃあどういうことなの？一人減って11子なの？それとも代わりに何か別の動物がいるの？って、そうなんです。中国の干支ではイノシシではなく豚さんがいます。チベットやタイやベトナム、ベラルーシでは猫年もあるそうですよ。他にもいろいろな干支があるようです。面白いですよね。